ジェームズ・キンバリー・コーデン OBE は、イングランドの俳優、コメディアン、歌手、作家、プロデューサー、テレビ番組司会者。CBS のトークバラエティ番組、冷凍にショーイズ・ジェームズ・コーデンの司会として知られる。1978年に、ヒリンドン・ロンドン特別区で生まれ、バッキンガムシャー州、ウィカム地区ヘーゼルミアで育つ。父親は、イギリス空軍音楽隊所属のミュージシャン。 母親はソーシャルワーカー。姉と妹がいる。1996年にミュージカルマーチン・ゲイルの配役で舞台に立ち、プロの俳優としてデビューする。自ら脚本を執筆して出演した BBC のシットコムギャビンステーシーで2008年の英国アカデミー賞テレビ部門最優秀コメディ演ン賞を受賞。2010年に 同年の FIFA フフワールドカップに出場するイングランド代表の非公式応援歌、シャウトフォーイングランドをディジー・ラスカルと共に歌い、全英シングルチャート1位を獲得。2012年にワンマン、ツーガブナーズでトニー賞演劇主演男優賞を受賞。2015年に大英帝国勲章のオフィサーを受賞。2015年3月より、米、CBS のシニアトークバラエティ番組、 レートにショーイズ・ジェームズ・コーデンの司会を務めている。ザ・レート・レートショーは1995年から放送されている人気番組で、コーデンは4代目の司会者である。前任者は丸10年担当したクレイグ・ファーガソン。2015年11月1日に開催された第19回ハリウッド映画賞の授賞式の司会に選ばれた。 トニー賞受賞式の司会を2016年と2019年に、グラミー賞受賞式の司会を2017年と2018年に、務めるなど、米国内で司会者としての実力を認められている。2019年にはストファー、ジョーンズ役で出演したミュージカル映画、キャッツで、デジタルテクノロジーによって猫化したキャストのビジュアルなどが、酷評されると、 第92回アカデミー賞受賞式では共演者のレベル・ウィルソンと共に猫の姿で資格効果賞のプレゼンターを務めたことが話題となった。他、第40回ゴールデン・ラズベイリー賞では最低助演団優勝を受賞した。ルームメイトだった俳優ドミニク・クーパーの紹介で知り合った元テレビプロデューサーのジュリア・ケイリーと2012年に結婚、二人の間には 結婚前に誕生した長男マックスと結婚後に生まれた長女ケイリーがいる。サッカーでは少年時代からウエストハムユナイテッド FC のファンであり、出世作、ギャビンステーシーでも自身の役を同クラブのファンと設定して、たびたび劇中でグッズを着用していた。ありがとうございます。